しがらき高原鉄道 SKR500 系機動車は2017年に登場したしがらき高原鉄道の機動車である SKR400 型と同型だが車内座席配置がロングシートから転換クロスシートに変更されている SKR200 系 SKR205 号車を置き換えるため2017年2月に導入された客用扉は片側2箇所 運転室直後に一箇所、反対側の小窓一枚を挟んだ、車端にもう一箇所が設けられ、運転室には乗務員扉も設けられた。扉間には固定窓6組が設置された。飛ぶクロブに窓はない。車体と装飾は SKR400 系の茶色に対し、山をイメージした緑色となった。車内運転席客室は転換式。 クロスシートで読み側車端部に車椅子スペースが設置され、扉には開閉予告チャイムが設置された。内装は側壁、床ともに木目調のものが使用された。車内には運賃箱や整理券発行機などワンマン運転用の設備が搭載されている。前面には LED 式の行き先表示器を備えている。エンジンは 新潟原動機製の DMF13Hz、ディーゼルエンジンを搭載を一気搭載、動力は、多クマイナス33から1608液体、変速機を介して台車に伝達される。台車は、前くらいが二軸駆動の動力台車 NF01PD、後くらいが受台車の NF01PT。その他、砂巻き装置とフランジト行きが搭載された。 列車情報制御装置が搭載され、全電子制御となったため、SKR400 系以外とは並結運転ができない。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は機関直結式のもの2台が搭載された。SKR501 が2017年2月5日に営業運転を開始した。ありがとうございます。